乾燥農業による畑乾燥農業とは、考えを行わず、雨などの自然の香水のみで水分を供給して、営む農業のこと。乾地農業とも、古代から行われている農法であるが、家畜利用上派や、除草中高技術、土壌格納積み形成技術、施肥技術などを組み合わせた、林作体系の確立によって成り立つ農法であり、一概に、原始的とは言えない。 森林の減少と工作の継続によって乾燥化と有機質の減少、保水能力の低下が進んだ土地において行われる場合が多い。古代中国の春秋戦国時代には一定の技術水準に達していたとされている。論語ほのご編には、と呼ばれる作業が登場する。これは、土を耕した後に掘り返した土を直ちに粉々に砕いて種にかけるという作業である。これは、 儒教が没効した中国北部の乾燥地では土を掘り起こしても乾燥によってすぐに固まってしまうためにそれを防ぐために行われるものであった。また、モンスーによって香水が一番多い夏に農耕を行うために泡の地には稲が主食として栽培されるようになった。時代が下るにつれて土をより深く細かく耕すための農耕具の改良は進められたものの夏には 主食以外の雑草も大量に生育するため、これを排除するための多くの手作業を必要とした。雑草の問題については、考え農業が広く行われていた中国南部や他の周辺地域でも同様であり、東アジアの農業における労働集約性に影響を与えた。これに対して、ヨーロッパでは古代ギリシアにおいて初期的なものが行われていたものの、本格的なものは、 ノーフォーク農法が確立された18世紀以後のことになる。ありがとうございます。